新川神社は、富山県富山市新城町にある神社である。旧社格は豪社。大名無知の命、白山姫命、天照公大臣、菅原道真公を主催神とし、琴平神、竹南方命を合わせ祀る。大名無知の命を、大神川命、白山姫命を、大神川姫命と称して尊崇されており、国史体系では、 新川軍の地名は大新川命にちなむものとしている。上京2年の由来書には白山、新名、天神云々とあり、新川四社権源とも称された。日本三大実録上岸9年2月27日以上に、生後以上、新川神二十4日下を十区という記述が初見で、同18年7月11日には14以上に少女されているが、 縁起式新名帳の記載はない。元の鎮座地は、島郷や島屋であり、中世以降は、新上場の鎮守とされた。元長年夏、上岩寺川の洪水により、社殿が浸水したので、高台の現在地に潜座した。江戸時代中期から、明治維新までは、立山権元の前立者とみなされ、立山に参詣する者は必ず当社に参拝した。明治六年に豪社に、 劣格した。なお、立山山陸の足倉寺の乳母堂が、明治の廃仏希釈により取り壊されたとき、乳母堂は、式会社、新川神社であるとして再興が願い出られたが、証拠不十分として認められなかった。現在、足倉寺の公営である、小山神社中宮のの境内には、抹社として、新川姫神を祭人とする、遅刻者がある。ありがとうございます。